こんにちは。4月7日 amazon から新しい amazon デバイスが販売されました。それはエコー証1。5です。本日は amazon の新デバイスエコー証1。5を紹介します。まず、amazon の製品紹介サイトを見ていきます。こちらの動画をご覧ください。こちらが amazon のサイトになります。新登場エコー証1。5。 15.6インチフル H でスマートディスプレイウィズアレクサ家族の情報共有もスマートに価格は29,980円ですね家族の中心にアレクサ大事なことを見逃さない家族間の共有情報が一目瞭然 私には私向けの情報を。アレクサが食事の準備をお手伝い。スマートフォームを一元管理。お気に入りのコンテンツをフル HD スクリーンで、えー。プライムビデオとか Netflix とかプラビ Amazon Music、Apple Music、Spotify などですね。15.6インチディスプレイはアートに、えー。こんな形でアートになりますね。 お客様のプライバシーを保護するための設計。簡単なステップで画面に取り付ける。設置場所を決めて取り付けて画面の向きを変更できます。Amazon のサスティナビリティの取り組みが書いてありますね。そしてエコーシリーズの比較がこちらに書いてあるんですけども、エコーショー15ですね。こちらになります。スペックですね。こちらに書いてありますね。 アレクセの内蔵で、えー、ディスプレイは15.6インチ解像度が 1980×1080 スピーカーが1.6インチかかる ×2 カメラは5メガピクセルですね音楽ストリーミングサービス音声ビデオ2は家電の操作とかリモコン家電の操作が可能ですねあと壁掛けが可能です向きはあ横向きと縦向きが可能ですねあとカメラのプライバシー機能に、えー、対応してます あとサイズが幅 402mm 高さ 252mm 奥行き 35mm ですねそして技術仕様がこちらですフロントカメラの位置とかあとはあ幅とかですねあとおカメラマイクのオンオフボタンと音量上げ下げのボタンがついてますえー、奥行きは 35mm ですね そしてエコーショー15のスペックがこちらに書いてあります。以上です。いかがでしたでしょうか。エコーショー15は画面サイズが15.6インチとかなり大きいです。ですので従来のデバイスよりは見やすくなっていますね。ただし大きいので持ち運び用というよりはどこかに固定して使うということなんでしょうね。 ですので個人用というよりは家族用として作られたような感じです。驚いたのが価格ですね。カメラの性能はエコーショー10よりも劣っているんですけれども、エコーショー10と同じ価格だからです。多分 Amazon のプライムレイならさらに安く買えるでしょうね。あなたはエコーショー10号をどう思ったでしょうか。本日の動画はこれでおしまいです。ご視聴ありがとうございます。